さて今回も放送をやってまいりました。前回に引き続きウィーニングイレブン2018、ウィーリン2018を対戦していこうと、やっていこうと思います。ちょっともうなんか前回 6-0 かなんかで負けたんで、まあちょっと今回は勝ちたいですね。はい。でまあまあ各まあプレイの解説とかもしていければ、まあ最まあまあプレイの解説してこの国に越したことはないんですけれども、まあただ単にもただ一喜一憂わー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 してるだけだとは思うんですけれども、さあそれではもうキックオフで始めていこうと思います。はい。そうですね、うん、ウィニングイレブンはもう、うん、2018はバランスはいいということなんで、うん、やってるんですけど、確かにバランスはいいですね、うん、まあ、そういう話を聞くんですけど、ウィニングイレブン2018はバランス、ゲームバランスがいいって、このゲームバランスいい感じするんで、本当にこのゲームはおすすめですね。はい。そうですね。はい。僕自身も、うんうん、気に入ってますね、このゲームは。もうかなりもう気に入ってます。そうですね、気に入ってます。ちょっと今でも眠気きてるんで、ちょっともう寝ながら解説って言って寝落ちしちゃっていけないんですけど、寝ながら解説っていうのも変ですけれども、まあ、うまく解説してきたらいいと思います。ではよろしくお願いします。はい、が取れた。おしょうげ。一人行け。オッケー。真ん中通す。あ、いか。無理だった。ちょっと無茶した。一人出てきていい。この位置。リスクの低い守備。低リスクな守備でいこう。よしよし、いきた。ああ、が取られた。もうちょっと単調だったかな。もうほぼ喋ってぼやき、もう解説というよりはもうぼやきになってきてはいるんですけれども、まあまあ、うまく解説できてきたらいいなとは思っております。はい。そうですね、はい。一人当たり、よし、OKOKOK、よく止めた。あ、問題ない。あー、よし、セカンドボール取りたい。あー、消えちゃった。ナイス。もうほとんど一優してだけ、あ、ちょっと、センタリング上げさせない。よし、OKOK。いい感じの流れだったな、今の。惜しい。流れ的には良かったんだけどな。もうほぼ何解説しようかなんて、なんかいつも他のゲームで解説してるような、なんかもう、な、食べ物の食品レビューとかなんかしてるような気がするけど、なんか食品レビューすらして、あいが突破された。お前が行けてよ、しょうげ。お前が一番、ここ上げさせちゃダメ、上げさせちゃダメ。オッケー。よし。
だろうな、ワンツーそうそう使ってくるな。ショゲイ、あー通らなかった。サイドチェンジしたの狙ったんだけどな。よし、あー助かった。よしよし、なんとか粘れ。あーいけいけ、お前だな、お前が一番近い。あー剥がされた。あー助かった。さあ続いていきましょう。はいはい、じゃあこれマイクつながってるよね。じゃあここまで来てつながってないとかだったら本当嫌なんだけど、うん、あーちょっともったいない、もったいないミスだな今の。人数かけたら問題ない。うーん面白くなかったな今の攻め、単調だったな。ちょっとよくついてた今のは、よくついてた。あでも強いな。よしこのもんか。マイクつながってるねこれは。よかったよかったよかった。今さらだな、今めっちゃ今さらだな。ここまで来たら勝ちたいね。うん、うん、それプレスの書き方に問題あるかな。ちょっとリスクを犯してでも結構、あでもやだな、なんかそういうプレス好きじゃないんだよな。あしょけ、ああ思ったよりディフェンス張り付いてったな。これコーナーにあんの今のって。今のコーナーにあるよね。一人しかいない。前線人数かけまくっとるから、よし、ああ取られた。前線に人数かけてるからちょっと ディレイせなあかんわ。ちょっと遅めなあかんわ。張り付、うん、くっついてけくっついてけ。よしオッケー、あったー。よしちょ、センターフォワード依存やめよう。センターフォワード依存やめよう。よしよしよし、反撃。押した、おっしゃ、オッケーオッケー。スルー通すんだったらあそこだったな。
結構リスクを犯した、結構リスクを犯したけど、その分は良かったけれど、うん、うん、いいとこちょうど走り込んでくれたわ。ここの一点守るだけでもいいのかな。ちょ消極的な、ちょっとついてけ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 、ちょある程度距離保って距離 こんな感じ、もう上げさせない。 OK、 いったいったんじゃない。よし戻すだけでいい。あー読まれてる、読まれてる。もうちょっと通し方があったな今のは。あーと、は、うん、体当てるだけでいいわ今の。あーいや、もうちょっと個人技上手くなりたいな、こん、ちょっとやっていく上で。あー逃れた、危なかった。大丈夫大丈夫大丈夫、この人数かけたら大丈夫だ。うまい感じ。あ、誰も来ない、誰も来ない。ああ意外に狙われた、狙われた。よしよし、からい、うん、そこだな、うまく ボールそこ入れてみたいな。あーちょっと単調だな、面白くない攻めしてね。ちょっと前線からもプレスかけるか、ちょっと。問題ない、問題なく処理してしまう。あーいや、割っちまった。問題なく取れる。よし、ちょっとフォワード依存強すぎるな。ちょっとワントップ、フォワードップみたいな依存ちょっと強すぎるな、よくないな。ちょっとよし取れた。あーもったいない、もうちょっといかん、もうちょっと組み立て、もうちょっと後ろからの組み立てちょっと意識せなあかん俺は。もうちょっと後ろから、うん、の組み立て意識せなあかん。とりあえずも遠くにボール蹴るような戦術ちょっとダメでしょみたいな。危ない。あ、こうそっちじゃないって出したの。前のやつだって。これお前がついていくべきだって。あ、これマーク受け渡したわ。助かったー。なんだかんだで助かったね今の。今のかなり助かったんだけど、うん、助かった。コーナーキックかなこれ、ゴールキック。よいしょ、ちょここはセロセロ頑張って。よし、通した通した。これちょっと切り返そう。あ、ファール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 、ダメなの今の、ファールじゃないの今の、うん、そこ、それもありだった。あ、入った。今日うまく機能してるな、今日てか今回うまく機能してるな、なんか
左利きだから左に持ち替えてって感じだな。結構今回はうまくカウンターとかも決まってるな。なんかもう前回やった時なんかもう中央固められまくって、どっから攻めたらいいかって感じだったもんな。なんか、うん、終わり。ああ勝った勝った。ディフェンスも良かったしオフェンスも良かったし、うん、問題ないし、いい試合だったと思う。まあ良かった良かった。まあそうですね、まあ、まあこんな感じで、まあ実況中継を入れてきた、まあ実況中継やりながらゲームしたわけですけれども、まあこのまあまあこのまあキャプチャーボードの機材買って非常に満足しております僕は。なんでまあこれ使ってまあ引きずまあ続いてまあいろいろ解説、いろいろもゲーム実況動画を上げていこうと思うんですけれども、どの頻度で上げたらいいのかちょっとよくわからないんですけれども、まあ頻繁に上げた方がいいのかなって感じなんで、まあまあそれなりに上げていこうと思います。ではそれでは終わりたいと思います。ありがとうございました。ご視聴ありの方ありがとうございました。それではまた今度お会いしましょう。では。